出したがうどのは、新末の官僚、字は、丹村、合派門も、安岐省や土松県出身、1835年に新市となった。直霊省の南落、東山、清支園などの知県を務めて、実績を挙げ、石膏省古州地府、ついで古州地府に抜擢された。石膏省では、東族退治で評価を高めた。その後、古北安道となり、 断連を組織した。1852年、太平天国が武将を陥落させると、土肥の核体案がこれに交うしようとしたが、ラシタガウ殿はこれを捉えてきた。翌年、アゼチ代理となった。年軍が、常用繁盛を伺うと、常用の防備を固めた。この働きに対しこ、こを蔵得長領元は皆豊かみ角に、ラシタガウ殿は民心を、 よく得ていると称賛の上層を行った。1956年、有民たちが民たちをそそのかして、乱を起こしたが、ラシュタガウ殿は、防御を固め、援軍を待って、これを大破した。盗賊は、上と寒さから発生するものだとして、偽装を70箇所設置し、堤防を集築する事業を行った。1858年、湖北不正史となったが、 当時の順部の小林翼は、清廉なら従う殿を徴用した。翌年、復権順部に任命されるが、認知に赴かないうちに、石膏順部を命じられた。1860年2月、太平天国軍が、独勝関より甲州に迫った。湖南将より、将官喜び取り元旅の軍が救援に赴いたが、将官喜びは戦死し、 リモト旅は道を阻まれて前進できなかった。救援は凍ず、兵が少ない状況では外に打って出ることができなかった。こうして甲州は陥落し、出したがうどのは毒を仰いで自殺した。死後、総武士の死亡が送られた。ありがとうございます。